はい、こちらはおなじみの赤い車、ミヤリ版東大阪、狼少年ならぬ狼、親父の声。今日は東大阪市役所前からお届けしてまいりましょう。さあ、今5時35分ですね。役所の仕事は5時30分までなんですが、さあ見てください。この信号から現在後ろ姿映っている多くの、これが東大阪市の職員なんですね。この今からここから一つ向こうの信号ですね、一つ向こうに信号が見えますね。あの信号のところにね、東大阪の中央線の東大阪の荒本駅というのがあるんですね。この荒本駅へこの従業員、この職員ですね、皆消えていくわけなんですね。私がこの不思議な光景をなぜ皆さんに広報しているかというと、この信号にいっぱい並んでいる、これから今信号変わりましたね、ほとんど全部が東大阪市役所の職員なんですね。ここから出てくるこの東大阪の市役所なんですが、22階建ての、ね、市役所、この今信号を渡って帰っていく職員はどこからこの役所に通っているのか。今から5年ほど前に大阪北部地震というのがありましたね。この時に私が、あれは朝8時7時何分だったと思うんですが、7時30分ぐらいでしたかね。この時に一人の小学生の女の子がブロック塀の下敷きになって尊き命が失われたんですが、この時にこの東大阪の市役所には毎日3300人の職員が勤務しているわけなんですね。この地震の時に私が9時半ごろにこの役所に来て、まず調査したのが、今日東大阪市の職員が何人ぐらい出勤してきているのか、これを人事課に尋ねたところ、まだ統計取れておりませんと、このように人事課の職員が回答したので、今日出勤してくる者が何人おるか分かったら連絡くださいと言って、危機管理室に行って被害の状況を聞くことにしたんですが、昼ぐらいになって人事課から連絡あって、今日の出勤者は1613人と回答したわけなんですね。毎日この役所には3300人の職員が勤務しているんですが、そのうちの半分、つまり1650人ほどが大阪北部地震の時にここに出勤してこなかったわけなんですね。年に1回この東大阪市ではその緊急事態発生した時に職員が当然電車バス止まりますから、どのようにして出勤してくるのかシミュレーションをやったというんですね。さあ、自転車で当然来る者もおれば、バイクで来る者もいるわけなんですが、この5時半とともにこのようにして帰っていく
職員1600人ということは全くの半分、東大阪には在籍していないということな、在住していないということなんですね。つまり通勤で通っている。さあここにどのような問題が出てくるかといいますと、現在の東大阪市の職員は約3300人、4年ほど前の大阪府北部地震の時に出勤してきたのは1613人でしたかね。ということは全くの半分のものが東大阪に住んでいない。そのためにこの役所の中で東大阪に愛着があるはずがありませんに。そして東大阪に住んでいる職員の間で出世していくのは市外から通っている連中だけが出世していくというような、このような危惧する声が私のもとへ届いているわけなんですね。そらそうでしょう。東大阪市役所に勤めていながら東大阪には住んでいないということは当然通勤費が支給されているわけなんですね。一人東大阪市がどれほどの通勤費を公認しているかというと、最高金額1ヶ月ね、半年ですね、半年の定期券購入で1ヶ月に5万円の通勤費が認められているというんですね。今から10年ほど前にね、一人の者が三重県のどうも名張市から通っているという情報が届いて、一体この人物にいくらの交通費が支給されているのかと調べてみたら、最高額の5万円毎月支払われていたわけなんですね。ということは年間で60万円ですね。この60万円の東大阪職員の一人のために交通費が支給されているならば、この人物が30年間この役所に勤務していたとしたら、一人に年間60万円ですと1800万円の交通費が支払われていたわけなんですね。ところがこの職員は、私がこれを調査したときに17、8年間在籍していたらしいんですが、このことがあって私の調査が終わって3ヶ月くらい後に退職したと聞いたんですね。この通勤費をもとに奈良から多くの職員が、この職員が奈良から通ってきているわけなんですね。そしてあるいは反対行き、大阪南波行き、本町行きですと大阪市内ですね、この職員の交通費だけでもおそらく年間10億円くらいかかっているのではないでしょうかね。一回これ調べてみようと思うんですが、3300人うちの緊急事態発生したときに半分、1600人しかこの役所に来ることができない、そのような職員がこの東大阪市の市民のために
愛着を持って仕事をする者が果たして何人いるというんでしょうかね。この自転車に乗って今信号待ちしている人たちは東大阪市から市内からね通っている。そして次から次へと生駒の東の方へ、あの信号の方への下に地下にこの折り口があるわけなんですね。このこの地下を通って駅ホームに上がったらこの上なんですね。この上ね、この上は何が通ってるかと、阪神高速なんですね。阪神高速の生駒、奈良に行く阪神高速ですね。上が車道になっていて、この下を地下鉄ね、近鉄の地下鉄が走っていて、ちょうどこの向こうの駅から料金が変わるわけなんですね。中央線と近鉄奈良線ということで、料金がこの駅を境に、大阪市内の方がね、確か高くなっているんではないでしょうかね。おそらく10円か20円、50円ぐらいかね、高いと思うんですが、あまり私はね、電車を利用しないので、この通勤費だけでも、とんでもない職員のために、この通勤費が支払われている。そして、役所で出世する連中の悪事に、野田市長の悪政に手を貸すといるのは、イエスマンであるものだけが、確から来るものがそのような悪事に加担している。そりゃそうですね。東大阪市の在住の者が野田市長の悪事に加担していたら、土曜日曜日に近所の自治会や子ども会の時に会って話をした時に、今役所でこんなおかしなことが行われているんやというような会話がだん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 聞こえてくるようになったら、野田市長の悪事が市民の知るところとなるんで、だからこのようにして通ってくる、確から通ってくる東大阪市の職員だけが出世していくね。このようなね、悪政不正をね、今東大阪市民がこの建物は立派な東大阪市役所、しかしその中身は完全に腐敗崩壊している、このようにいつも私が広報して回っている。さあご覧になられましたね。5時半とともに大量の職員が地下鉄へ消えていく。これは大阪中央線、生駒の方へ行くとトンネルがあって、トンネルを越えたら生駒なんですね、奈良県の生駒。そして反対方面は大阪本町、ね、大阪のど真ん中